まあそんなですね、田野さんなんですけど、はい、まあ今声優なんです。声優どのぐらい前からされたんですか？トリコっていうアニメの作品がありまして、その作品のリンっていう元気な女の子、トリコ大好きな女の子をやらせてもらってるんですけど、はいはいはい、その子のオーディションきっかけで声のお仕事っていう、はいはい、あの俳優さんのお仕事をさせていただくようになったので、ね、トリコが始まった頃からですね。もともと声優になりたかったんですか？演技っていうもので、うん、まあその私はなんかこう人が演じるってことに対して興味はあったので、うん、はい、声優さんとかってやっぱりもう声だけで表現しなきゃいけなかったりするじゃないですか、はいはいはい、そういう面ではその演じるっていうことでは興味はありましたね、うん、なるほどね、はい、で実際こう声優に、ね、なられて、まあ、ドラマとかもされてるわけじゃないですか、はい、なんか大きな違いって自分で全然違うと思ったところってどういうところでした？もうまず最初のびっくりは、うん、振り向きの声って何ですかとか、着地した時の声ください、はい、着地した時の声みたいな気づきとかありますよね、うん、何ですかっていう、もう、はい、そこは結構ありましたね。なるほどね、確かにアニメ的な表現というか、うん、ね、あのセリフじゃないところのね、そうなんですよ、もちろんセリフの部分も、うん、私はすごく、あ、こここうした方がいいんだ、こうすればいいんだって悩んだこともありましたけど、振り向きの声、はいはい、あと技名、はいはい、プライベートで歩いてて、はい、なんとかなんとかなんて言わないじゃないですか、急に言わない言わない、そういうその技名を叫ぶ、うんうん、叫ぶことがないので、はい、そうだよね、うん、大変でした、ね、確かに。ちなみに振り向きの声って今ちょっとなんかやってもらってもいいですか？振り向きの声ですか、はい、とかですか？あ、そうですね、そうだそうだ、んとかもあるけど、息でって言われたらそうなのかなって、はい、今の私のレベルではそうです、ね、はっと気づいて振り向く感じですよね、うん、なるほどね、はい、スミレがあるとどうなの、あ、みたいな、なるほどね、なりますよね。着地気になるんだけど、着地じゃあシチュエーションを考えないとね、うん、着地あれですよ、ギネスブック級のですね、スカイダイビングで降りた時の着地とかでどうなんですかね。あー、なるほど、はい、なるほどね、あー、すごいです。なるほど、ね、多分それぞれの人、うん、本当に人によって違うと思います。 そうですね、それが一番出る気がします。そうですね、ちなみにじゃあすみれちゃんさ、あ、はい、ここ飛び降りられると思って飛び降りたら意外に高くてベコッとかなっちゃうときたいじゃない？あー、そういう失敗する感じの、ね、その着地はあみたいな、このちょっとちょっと ね今萌えが入ったね、かわいい、すごい、ね、萌えっぽい萌え、ね、私にはできないことだからすごいと思います。私、あ、うん、でもでほらプリキュアは萌えじゃないの。私結構強い、こう関西出身、関西弁で喋ってるプリキュアですからね、おーっていう方だったので、ですね、あ、そうなんですね、はい、アニメとかをたくさん見てこられたっていうよりは、うん、どっちかっていうと何でしょう、他のものを見てきた感じなんですかね、うん、そうですね、ドラマとか映画とか、うん、お芝居っていうものもたくさん見てますね、うん、はい、じゃあやっぱりアニメで演技をするときとか全然気持ちがまた違いますか？気持ちの入れ方は、はい、なんかこう違うって、そのすごい大きな違いはないんですけど、うん、はい、やっぱりそのボールドっていうパクパク、うんうん、口に合わせてくださいとか、はい、私だけが動くんじゃなくて、うん、合わせに行かなきゃいけないとかいう時もあるので、はいはいはい、でもすごい感情が入ったりした時に、はい、プリキュアとかトリコの時もそうなんですけど、はいはい、やっぱりこうちょっとずれちゃったりするんですよ、うん、でその時に、うんうん、まあ、東映さんの作品はまだ線画って言ってあんまりできてない状態の絵なので、はい、まあ、演技が良ければ、うん、そっちに合わせますってこう、うん、言ってくださることもあるので、なるほどね、それに救われてるところもあるかなって感じですね、うん、確かに、うん、本当にボールドってなんか四角いこのキャラ名が書いてある、はい、表記が出てる間を喋ってっていうのが多いんですけど、うん、ね、確かにそこ若干 こぼれたりなんか早く終わっちゃったりすると、うん、なんかこうもう一回っていうこともあるんですけど、うん、感情が入るとやっぱり難しいなって思う時もありますよね、うん、ね、うん。